前回レンヌルシャトーに関係する聖杯のありかですね、について説明したんですけれども、補足の説明というかをする必要が出てきたということとですね、それから、以前からずっと気になっているところがあって、でそれが地図をね、フランスのレンヌルシャトー近辺の地図を見ていて、ようやく見つけることができたということで、でそこの部分の説明ということも含めてですね、前回ざっとものすごく端折って説明した部分なんですけど、もう一度、復習も兼ねて、もう少し、丁寧に説明をしてですね、そして疑問点の部分を晴らして、で、僕が前回ここの場所だよって言って場所があるんですけれども、そこがおそらくもう間違いないだろうという感じの、なんていうかな、補強の、論理っていうのかな、そういう説明を今日はしたいと思います。で、ベランジェ・ソニエールという神父ですね、が、レンヌル・シャトーの村に、赴任してきました。で、ここが教会ですね。で、これは改修された後の教会なんで、古いその改修してる最中に、こういった、西ゴート様式の柱が見つかって、でこの中に、暗号文書のようなものが見つかったと。でそれがどんなものかっていうと、様式の文書の1、こっちが1ですね、こっちは簡単な方です。そして2と、こっちが難解な、難しい、非常に難しい方ですね。でこの2つが見つかったということで、あと2枚は家系図ということで、その2枚の家系図は、メロビング家の系図であるということが分かったということで、で、この系図の簡単な、この暗号の簡単な方を見たときに、BBC のヘンリー・リンカーンという人ですね、で、彼がこの暗号を見るなりですね、そこに書いてあるジェラール・ド・セドというジャーナリストが書いた「呪われた財宝」という本があって、でその中に同じものがあったということで、すぐに見破ったということなんですね。ところが難しい方の暗号は、これじゃないでしょうか、難しい方の暗号は解けなかったので、相談に行ったんでしょうね。でいろいろな人に紹介されて、で結局ソニエールはですね、芸術家のサークルに紹介されたということで、ここでドビュッシーらに会っているんですね。でドビュッシーは資本修道会の総長だった人ですので、当時の総長だった人なので、ソニエールが発見したものはですね、資本修道会が守っている財宝に直結する暗号ですわね、を見つけてしまったということで、焦ったでしょうね。ドビュッシーにしてみれば大変焦っただろうと思います。ですからこれはもう彼をですね、資本修道会に引き入れて仲間にして、一緒に秘密を守る守護者にするしか方法がなかったということでしょうね。このアルカディアの牧道のこの絵の背景に山がありますね。この山と、そっくりのこの形のものがここある。でこのアルクの山ですね、多分カルドゥー山だと思いますけれども、そこに、この絵とそっくりな石棺があったと。で絵に描かれている文字は入ってないんですけどね、この牧童が足を乗せてる足台まで当時はあったということのようですね。でこれはイエスの墓だったんじゃないかと推理してるんですけど、これはおそらくその通りです。イエスの墓だったと思います。ただイエスは死体が運ばれただけなので、前にも話しましたが、マグダラのマリアに関する伝承は何十もあるのに、イエスに関する伝承はないんですよね。であれほど聖書の中でね、一番重要な主人公であるイエスの伝承が全然ないっていうのは、これは死んでるからないんであって、生きてたら一つや二つはあるわけですよね、どう考えてもね。ですからイエスが貼り付け以降も生き残って、でフランスにマグダラと一緒に逃げて、で子供を作ったっていうのはちょっと考えられない。
と僕は考えています、ここからが今日取り上げるところでかなり僕は重要だと思っている部分なんですね。それを見てください。